古川市総合体育館、今度はタッグマッチのコーカードでお楽しみ願いたいと思います。ザ・グレート歌舞伎天竜組対マイケル・ヘイズ・スティーブ・オルソノスキー組との対決を迎えました。館内に甘いメロディーが流れております。ザ・フリーバーズのテーマソング、このテーマソングに乗りまして、ご存知、先頭金髪マイケル・ヘイズの登場。アメリカから星条旗がたった今届きました。その星条旗を持っての入場であります。まあ、両チームともに現代プロレスの先端を行くレスラーが対決いたしますので、非常にいい試合が期待できそうであります。ザ・フリーバーズのチームリーダーマイケル・ヘイズ、今夜のパートナーはスティーブ・オルソノスキー。このマイケル・ヘイズが AWA の新星オルソノスキーをどう操って歌舞伎天竜に対抗していくでありましょうか。おそらく今後のアメリカマット界を背負って立つ逸材だけに、今のアメリカのプロレスを大いに披露してくれることと思います。マイケル・ヘイズ・スティーブ・オルソノスキー組、今ゆっくりとリングに登場してまいりました。金髪のマイケル・ヘイズであります。さあ、熱い胸板を誇示していますマイケル・ヘイズ。パートナーはスティーブ・オルソノスキー。2人のコンビネーションワークも見どころです。さあ、そして反対側からはグレート歌舞伎天竜チームの入場でございます。ザ・グレート歌舞伎のパートナーは勝負根性抜群の天竜です。まずグレート歌舞伎の入場。ちびっ子たちが待ち受けています。爆竹が打ち鳴らされました。リングサイド非常にムードが盛り上がってまいりました。古川市総合体育館のリングサイドであります。今夜の相手マイケル・ヘイズ・スティーブ・オルソノスキーがリング上浮かび上がっています。さあ、ザ・グレート歌舞伎の入場。まだ姿は見えません。新春シリーズは東京の後楽園ホールを皮切りに関西、四国、そして北海道、東北と転戦してまいりました。この歌舞伎の神秘的な入場にもうお客様は大喜び、大歓声でザ・グレート歌舞伎を迎えます。この神秘的な聖なるセレモニーが勝負になりますと一転して激しい動きに変わります。ザ・グレート歌舞伎、おなじみのヌンチャク殺法、相手を威嚇するザ・グレート歌舞伎です。このヌンチャクで相手を威嚇いたします。目を向いて対抗しておりますマイケル・ヘイズ、そしてスティーブ・オルソノスキー。さあ、今度はパートナーの天竜の入場を待ち受けます。何しろ勝負根性抜群な天竜だけに、ザ・グレート歌舞伎の名パートナーぶりをおそらく見せることでありましょう。今夜のリング上は宮城県の古川市、東北新幹線ですと仙台の次の駅であります山彦の停車駅です。人口5万9000人の市、豊かな田園都市。しかし今夜のリングサイド、東北も大寒波でありますので雪が舞っております。郊外の化粧沼には美しい白鳥が舞い降りておりました。さあ、天竜が入場してまいります。リング上役者が勢ぞろい。タッグマッチでお楽しみいただきます。45分の一本勝負です。試合に先立ちまして、日本テレビより花束の贈呈でございます。試合に先立ちまして、両チームレフリーに日本テレビからの花束の贈呈です。これよりリング上では両者の紹介が行われます。本日のセミファイナルタッグマッチ45分一本勝負を行います。青コーナー240ポンドスティーブ・オルソノスキー、未完の大器スティーブ・オルソノスキー、 AWA の新星240ポンドマイケル・ヘイズ。ザ・フリーバーズのリーダー、右のラリアットが主武器マイケル・ヘイズ。赤コーナー240ポンドザ・フレンド・タスキー。ドッキリを吹く瞬間、相手は一歩下がります。ザ・グレート歌舞伎、ますます天竜のファイトは冴え渡っています。天竜です。勝負は、まあ、タッグチームマッチなんですが、まあ、それぞれが特にパートナーというわけではないんで、この両方のチームワークが問題ですね。そうですね。さあ、勝負が始まりました。特にこのザ・フリーバーズのリーダーマイケル・ヘイズが
特にザ・グレート歌舞伎を意識しているような感じがありますけれども、ダラステキサスではこの両者激しく戦ったわけですね。そうなんです、まあ、アメリカでのですね、非常にライバル関係というのがありまして、その感情が日本に持ち越されたと、舞台を日本に変えてということですね。さあ相手チームはまずスティーブ・オルソノスキーが登場。さあそしてご注目、ザ・グレート歌舞伎のドッキリです。大歓声が起こりました。古川市総合体育館のリングサイド、そしてこのドッキリを吹いた瞬間、マイケル・ヘイズの表情が非常に険しくなりました。まあおそらくダラステキサスのリング上でもこのドッキリ殺法で威嚇されたんでしょう。そして館内は歌舞伎コールに包まれました。マイケル・ヘイズがリングの下におりまして、左右に体を動かしてお客さんの中に割って入ろうとするマイケル・ヘイズ。さあひとまず勝負を追っていきたいと思います。スティーブ・オルソノスキー、ジャンボ鶴田のインターヘビーのダッシュはなりませんでしたけれども、しかし随所随所いいところを見せましたね。そうですね、非常に柔軟なレスラーですね。さあヘイズに変わりました。ダラステキサステキサスのドル箱カードということで、これが日本のリング上で再現ということになります。両者の激しい打ち合いから勝負は始まりました。さあヘイズが金髪をなびかせて思い切って突進、まずカウンターのエルボーを打ちます。マイケル・ヘイズです。ザ・クリーバーズのリーダー。このマイケル・ヘイズの動きが本当にいいですね。なかなかね、細かい動きでね、はい、しかもスピードがありますね。そうですね、そしてまた頭もおそらくいいレスラーなんでしょう。もうリング上で戦っている場所だけではなくて、いろんなところに目を映してますね。なかなかね、感情が激しそうですし、特に目が怖いですね。そうですね、そして今度は非常に勝負感のいい天竜がリングに登場してまいりました。この正月のシリーズ、本当に59年期待のかかる天竜ですけれども、出足好調、このまま1年間を突っ走るような気配ですね。はい、なかなかいい気配ですね。そうですね、今年の天竜のレスリングであります。室蘭大会では石川とチームを組んでザ・フリーバーズを相手に試合をしたんですけれども、一歩も引けを取らなかったこの天竜。天竜の世紀あふれるレスリングが非常に目立ちました。おっと、今度は外人チーム、マイケル・ヘイズ、スティーブ・オルソノスキー、2人がかりでダブルエルボー。天竜強しと見ましたか、ダブルエルボー、そして豪快にバックドロップを打ちます。スティーブ・オルソノスキーです。スティーブ・オルソノスキーの、未完の大器というふうにお伝えしたんですけれども、今後どういうふうに見ていますか。体がね、さほど大きくないんですが、非常にいい動きをしてますんでね、はい、かなりのところまで伸びるんじゃないかと思いますがね。なるほどね、大変にね、何度もできる器用さを持ち合わせてますしね、はい、天竜からザ・グレート歌舞伎にタッチが行われました。スティーブ・オルソノスキーとそしてザ・グレート歌舞伎の一騎打ちも見ものなんです。かつてジョージア地区でスティーブ・オルソノスキーを迎え撃ったザ・グレート歌舞伎、ザ・グレート歌舞伎はまあ絶頂期にあったわけですけれども、ジョージア地区のリング上でこのスティーブ・オルソノスキーの手首を折ってしまったんですね。そうですね、それで一時は引退というような噂も流れました。スティーブ・オルソノスキー対ザ・グレート歌舞伎の一騎打ち。ただね、このスティーブ・オルソノスキー、難点を言えば、先ほどもバックドロップ見せましたけれども、はい、技がちょっと軽いですね。ははさあ2人がかりの攻撃は、今度はマイケル・ヘイズがタッグロープを掴んでザ・グレート歌舞伎の喉元にぐるぐる巻きにして引っ張りました。さあこのザ・クリーバーズのいわゆる ラフなファイトも見られるかもしれません、なかなかね、マイケル・ヘイズというのは思い切ったことをやりますね。何しろやっぱりプレイングマネージャーというような名称もついてますし、この統率力というかインサイドワーク、非常に頭の良さそうなレスラーですね。そうですね、ということになりますと、山田さん、来週の後楽園大会に迫っているインターナショナルタッグ選手権試合、馬場鶴田チームもうかうかできない存在ですね。はい、いわゆる戦力的には多少ですね、マイクル・ヘイズ体のハンデがあるんですけれども、それを補ってあまりあるインサイドワークというものがありますので、これはもう油断は絶対に禁物ですね、はい、何しろやっぱり本場アメリカのテキサス、ジョージア、こういったところで非常に高く評価されているマイケル・ヘイズですね、はい、パートナーのテリー・ゴーディーをうまく操ってですね、
戦力を倍化してくるというようなことも十二分に考えられますね。そうですね、まあ、このザ・フィーバーズの魅力というのは非常にこの現代アメリカを象徴するような派手さ、こういったものもあるんですけれども、実力的にも非常に高く評価されている。そして試合の流れというのはマイケル・ヘイズが大体指示を出して、体の重いテリー・ゴーディーがフィニッシュに持っていくというようなパターンのようですね。そうですね、やっぱりあのテリー・ゴーディーの場合はですね、非常にあの体重もありますし、はい、決め手というものを持ってますんでね、はい、そこまでの試合展開をこのマイケル・ヘイズがうまくリードしていくということでしょうね。そうですね、さあ自由な鳥たちという粋な名前を持ちましたザ・フィーバーズのチームリーダーマイケル・ヘイズが空中高く飛び込んで思い切ってエルボーを合わせます。美しい金髪マイケル・ヘイズ、相手はザ・グレート歌舞伎です。ちょっと天竜へのつなぎが遅いような感じがいたしますが、このアメリカンチームが歌舞伎を捉えて離さないんですね。やはりあの目標にしてるんでしょうね。ヘイズ、それからオルソノフスキー、ともにザ・グレート歌舞伎と因縁があるだけに、もう一方的にザ・グレート歌舞伎を狙い撃ち、天竜の出番がありません。4の字固めを狙ってますね、はい、リング上足4の字固め、フィギュア4レッグロックであります。日本に来ましてもいろいろな技を展開してくれるザ・フリーバーズの片割れチームリーダーマイケル・ヘイズ、技もかなり豊富ですね。はい、あのそれとね、先ほど倉持さんがあの言ってたんですけれども、大変にこのマイケル・ヘイズリングの上での気配りが、はい、このあちらこちらにですね、回ってて大変に怖いですね。そうですね、あの常に戦っててもパートナーのことを忘れてませんね、はい、あの目のね、目線が違いますね、はい、それと同時にあのオーソドックスな技をやるかと思うと大変に荒っぽくなる、突如変わりますね、はい、さあ飛行機投げを見せます。今度はスティーブ・オルソノフスキーです。思い切ってグレート歌舞伎目が回りますか、叩きつけました。そしてセカンドロープを角あたりのように渡って、これが得意技スティーブ・オルソノスキー、左のエルボーを落としました。喉元に命中、ザ・グレート歌舞伎の出番が非常に長くなっています。グレート歌舞伎がどこで爆発的な瞬発力を出しますか。さあ思い切って飛び込んで回転エビ固め、ザ・グレート歌舞伎一発で決めるか。両足を耳に乗せます、耳を打ちましたスティーブ・オルソノスキー、やっとの思いで離れます。天竜にちょっと歌舞伎も渡したいところですね、うん、どうしてもね、あの向こうに伏せられてますね、はい、あの頭の中ではそろそろつなぎたいという気持ちあるんでしょうね、はい、ここでガーッと円陣切りで突破口を握り出して、さあ天竜に渡します。天竜の息の良さ暴れっぷり、思い切って肩に掲げた、肩に乗せました。これからどういう流れか、まずショルダーバスター、相手の肩をまさに打ち砕きます。天竜です、力強い攻撃、さあマイケル・ヘイズにも思い切っていきます。さあ2人がかりを相手にする天竜、天竜が独壇場、本当に動きに殺気が感じられます。天竜の動き、挟み打ちに合ってますが、挟み打ちに合ってますが負けません。スティーブ・オルソの隙を捉えた、思い切って叩きつける、すごい勝負になってまいりました。天竜の動き、本当に59年は入り足ですね。山田さん、大変にね、出ていってね、力強いですね。本当ですね、あの今2人のねリアルスのダブル攻撃を受けたんですが、全くそんなものものともしないという感じでね、すぐ反撃に移りましたけれども、ね、ああいったところがやはりあの天竜のパワーの出てきたところ、とにかくあの体が良くなりましたもんね、まあ、この天竜の世紀あふれるファイトを見ておりますと、目標になっておりますユナイテッドナショナルヘビー級の王座テッド・デビアスを倒す自信はもうほとばしるものを感じます。何しろ本当に上手くなった、強くなった天竜に関しましては、プロレス評論家の皆様も非常にいい評を与えてますね。そうですね、さあいつの間にか今度はオルソノスキーからヘイズに渡りました。どうやら放送席が狙われそうです。天竜が飛び込んでくる、そしてヘイズが私たちの放送席の上に乗って、思い切って天竜にこの放送席の机に後頭部を追いつけます。さあマイケル・ヘイズが暴れまくるザ・フリーバーズであります。ものすごい競争で天竜を威嚇、さあ強いものにはもうさらにまたそれ以上のパワフルな技を展開すると言われておりますザ・フリーバーズのチームリーダーマイケル・ヘイズ、すごい形相でのしかかっていきました。さすがにタフな天竜もやや足が止まりましたか、足を止められました。スティーブ・オルソノスキーに渡す、トップロープに上がって再び
両方の太もものあたりを抑え込んだわけですね。そうですね。激しいプラソンの攻撃、マイケル・ヘイズリーダーとしてのですね、動きは抜群ですね。抜群ですね。今度はスティーブ・オロソノスキー、いいところを見せています。ブレンバスターで天竜をこう後ろに投げ返した。天竜やや足が止まったか。しかし絶対に負けません天竜です。さあど根性を発揮してグーッとサイドスープレックスを切り返した。ここでザ・グレート歌舞伎にタッチ。グレート歌舞伎の登場であります。得意のいわゆる歌舞伎蹴り、この辺り見られるか。ダイナーパーブロー2発炸裂。そしてヘイズが後ろから来た。ヘイズにもエルボー打った。あースマット後ろ回し蹴り。そしてものすごい回し蹴りが決まった。すごいすごい。さあいかにもザ・グレート歌舞伎、歌舞伎蹴り2人にものすごい勢いで合わせました。あの足の先端がスパッと当たりますからね、はい、切れ味鋭いですね。そして正面からの攻撃、相手が出てくるところ前足を出しました。ものすごいキックが当たっております。ザ・グレート歌舞伎のキック攻撃。さあヘイズを外に出した。2人がかりの攻撃、ザ・グレート歌舞伎に合わせるか。すごいキック。今度は横蹴り。そして思い切ってトップロープにのし上がって得意の召喚突き。これが決め手になった。思い切って押さえ込む。最後は柔道の紙四方固めのような形を取りました。見事なパーフェクトなザ・グレート歌舞伎の抑え込み。カウント3が入りました。素晴らしい流れを取ったザ・グレート歌舞伎であります。やはりザ・グレート歌舞伎のこというところの瞬発力はすごいですね。はい、いざですね、決めるぞというふうに入ってからのですね、もう一連の動き、これはもうなだれるようなですね感じですね。そうですね。非常にパワーが溢れてまして、今日のザ・グレート歌舞伎は抜群に良かったですね。